はい、さあ、というわけで、まあ、いろいろ河原の動画たくさんあった最後の動画でございますけど、はい、1年ぶりですか。1年ぶりでございます、はい、いや、はい、すごいよこれね。これ実はあの俺100万人ね願掛けして、うん、前回見事そうなのよ割れまして、うん、でそして見事僕たちも達成することができたから、で今回もねこの目標を書いていただいたのはそうマネージャーの柴田です。柴田がうちの柴田がぶち抜いてくれて、そうだ見事ね、見事言ったからだからもうこれもう一回書いてもらってぶち抜いてもらおうぜと、今回もだから行こうよ柴田がと、ほんとおい柴田がいけんのかとやれんのか柴田がやれんのか多分責任重大だぞ大事だよな、そっちでからだ、まあ、今回もちょっと託してみようかなというまあ今回もね、はい、ちょっと弦を担がないと、そうそうそう、弦を担がないといけない、ちょっとじゃあセットします、そこ置いてもらって、はい、ここで大丈夫ですか、ね、ちょっと今見えるようにするか、そうね、じゃあはい、よし今見えるように逆にする、こっちにしますか、はい、あ、じゃあすいません、ここでそう見えてて、これ大丈夫これ大丈夫ですか、セット、はい、よしいいね、うん、じゃあちょっと島高ちゃんに8枚島高頼むよ高島さん、いつもね、うん、俺らのライブとか来てくれたりとか、そうそうそう、で、やっぱ、うん、あの前回割ったじゃない、うん、割って達成できたってことは、うん、信憐性上がってるわけですよ、そうね、だから割れなかった場合これ河原田さん的にも割ってほしいってことだねそうもちろん俺らもそうだし、だ効力がありますから、ありますから叶うよっていうのね、頼みます、はい、はい、責任重大だからプレッシャーがお前やめてよ、全然全然でも本当にあの、うん、気持ちよくパーって、いやそう前の感じでね、そう全然気持ちよく気持ちよく言ってもらって、確かにやっぱパワーすごいから、そう本当チアブで、そうチアね、うん、持ち上げる方で、ね、そうそうそうパワー系なんで、よっしゃよっしゃお願いします、いきましょう、本当に楽しんで気持ちよくやってもらえれば、よっちょっとごめんなさいちょっとごめんなさい、ちょっとちょっとごめんなさい、調子こいてんじゃねえって言われるやつね、あのこっちちょっとチャレンジしたいんで、はい、その邪魔だけはしないでもらったというか、お世話でした、お世話でした、応援してくれるってことですか、そう、あ、じゃあいいです、じゃあ絶対言われ、絶対言われって言ってる、ちょっと高島さん、あのプレッシャー、変なプレッシャー、すいませんね、かかったことないプレッシャーあると思うんですけど、圧が応援したいらしいんだよ、応援してくれてる、じゃあ掛け声もらえます、いや、あいつらが出すんかい、いきます、あ、掛け声いきます、え、掛け声って、まあ、あれだから、あの、あれはそうです、だから、あ、そうか、あれは、じゃあお願いします、ちょっと、そうですね、はい、しゃー、かなり、願掛け8枚チャレンジ、気合入れてお願いします、よっ、あいつらもやってる、やったメッチャやってる、違う高島さん違う、そっちが入ったんでしょ、絶対こっちでしょ、小泉さんとして、小泉さん第1回小泉のターンは綺麗に8枚やった、やったこれはいけるぞ、いけますね、またいきますね、これからもよろしくお願いしますって言ってたんですか、裕次郎から、いやそうだよ、私はね、一応割れなかっただけのためにこれは用意してたんだけど、これは必要のないみたいななんで持ってんの、そんなのハンマーなんで、どうしたら、しかがといけ、すいません、ハンマー裕次郎でした、しょうがねえな、そうだしょうもねえ、そんなんやんなしすぎだ、しょうもな、恥ずかしがらない、今日最強が頭下げる、しょうもねえ、ゆうさんありがとうございました、ありがとうございました。